この調味料をかけるだけで勝手に痩せます。こんにちは、看護師保健師の松田理恵です。今回の動画では痩せ調味料を変えるだけでめちゃくちゃ痩せたというテーマでお伝えしていきますよ。そもそもどうして調味料を変えるだけでダイエットが進みやすくなるのでしょうか。まずはその理由をお伝えしていきます。皆さんもマヨネーズなどは脂質が高く太りやすいというイメージなんとなくお持ちかと思います。確かに脂質が高い調味料はおのずとカロリーも高くなるのでダイエットには悪影響となりやすい。また砂糖の摂りすぎもカロリーや糖質の摂りすぎにつながるというのも理解されているかと思います。とはいえこういった調味料ってそうは言っても使わないとしょうがないものだよねと思っていませんか。そのため使いすぎは良くないとは理解しつつも毎日何気なく取り入れてしまって続けている方も多い。しかも市販のマヨネーズには食べるプラスチックとも呼ばれるトランス脂肪酸が含まれているので少量でも毎日のように取り続けていると知らず知らずのうちに代謝が低下したり体に不調が出てしまうリスクがあります。また砂糖はマイルドドラッグと呼ばれるぐらい中毒性が高いので仕方がないものと思って毎日調理に使っていると気づいたら甘いものを毎日食べないと気が済まない、無性に甘いものが欲しくて仕方がないという砂糖中毒に陥ってしまう危険があるんです。加えてマヨネーズや砂糖だけではなくドレッシング、焼肉のタレ、ソース、ケチャップ、納豆のタレなど毎日何気なく取り入れてしまっている調味料って多いのではないでしょうか。しかしこれらにも質の悪い油、甘味料、添加物などダイエットに悪影響となるものが含まれている場合がほとんど。このようにダイエットをしているつもりなのに質の悪い調味料というのは毎日何気なく使ってしまっている方が多いんですよね。過去の私もダイエットのためと思ってドレッシングたっぷりのサラダを食べたり鶏むね肉やケチャップやマヨネーズをたっぷりかけて食べたりしていました。これではいいものと悪いものを一緒に摂ってしまうことになるのでダイエットの効果は得られにくい。そればかりか体に悪いものも継続して摂り続けてしまうことで代謝の低下につながってかえって痩せにくく太りやすい体になってしまうリスクがあるんです。過去の私もまさにこの状態に陥ってしまっていました。まさかダイエットに良かれと思っていたものでかえって太ってしまったなんてびっくりですよね。このようにダイエットというと食材ばかりに気が向いて味付け調味料にまで意識が向かない場合って多いんです。逆に言えば毎日何気なく使っている調味料を変えるだけでダイエットが勝手に後押しされて自然と痩せていくケースも多いんですよ。しかも毎日使用している調味料を質のいいものに変えると味覚が正常になっていくので自然と太りやすい甘いものジャンクなものを求めにくくなります。その上質がいい調味料というのはもちろん健康にもいいですし料理自体もとっても美味しくなるんです。私も調味料を変えただけでなく痩せやすくなっただけではなくもうなんかね料理が上手になったかもって思ったぐらいです。勘違いかもしれないんですけど、では具体的にはどのような調味料がダイエットにおすすめなのでしょうか。特に太る調味料の代わりとなる痩せ調味料を厳選して5つご紹介していきますね。ちなみにこの動画の最後にはその痩せ調味料を使った簡単で美味しいダイエットメニューもご紹介するのでそこまでねぜひチェックしてください。痩せる調味料5選です。1つ目、みりん。調味料で太ってしまっている方で多いのがみりん風調味料を頻繁に使用しているケース。というのもスーパーでよく売っているみりん風調味料というのはその名の通りみりん風なので味をみりんに寄せているだけです。私も太っていた時はこれを使っていました。中身は甘味料や添加物がたっぷり、しかも砂糖よりも血糖値を上げて脂肪になりやすい加糖ブドウ糖液糖という甘味料が含まれている商品が多いんですよね。なのでダイエットのためといくら砂糖やお菓子を控えめにすることを意識していてもみりん風調味料を毎日のように使っていたら甘いものを求める味覚から脱することは難しいですし痩せにくく太りやすくなります。その事実を知らずに過去の私も和食だからヘルシーでしょとみりん風調味料を毎日のように使っていました。そのため健康的に効率よく痩せたいのであればみりんはみりん風ではなくって本物のみりん、つまり本みりんを使用することが大事。ちなみに本みりんというのは原材料は米麹、焼酎などのアルコールのみでできているものです。この本みりんというのはじっくり熟成して作られているので味がまろやかで本当に美味しい。本みりんを使って和食を作ると先ほどお伝えしたように料理が上手になったかもってね勘違いするぐらい美味しくなります。
その上、味にしっかりコクが出るので、砂糖なしでも十分美味しい料理になりますよ。実際みりん風調味料からこの本みりんに変えても、うちの主人は砂糖が入っていないことにね、気づいていませんでした。私のダイエット講座の受講生様のお話を聞いていても、同じような方がね、たくさんいます。なんで当たり前のように砂糖を使っていたんだろうっていうふうに思いますよね。その上、このみりんを煮詰めて煮切りみりんにすれば、シロップのように活用することができます。例えばヨーグルトやお菓子作りに加えたり、コーヒーや紅茶の砂糖代わりにもなりますよ。しかもこのみりんは血糖値が上がりにくいので、特に太りにくい甘味料、そのため癖にもなりにくい、生活習慣病も予防できる。このように本みりんを活用することは、ダイエットだけではなくて健康においてもメリットしかないんです。ヘセル調味料に塩麹、続いても砂糖なしの味付けとしておすすめなのがこの塩麹。というのも、麹の甘みによって砂糖なしでも十分満足感が得られるから。しかも塩麹には酵素が多く含まれているので、肉や魚を柔らかく美味しくしてくれる上、タンパク質や脂質をスムーズに代謝できるようにサポートしてくれます。加えて塩麹には腸活効果の高い麹菌や乳酸菌などが含まれているので、不要なものをデトックスしやすくなるんです。その上、腸内環境が良くなると食欲も安定しやすくなる上、栄養の吸収力もアップします。なので、塩麹で味付けするだけで、ただヘルシーに美味しく味付けするだけではなく、勝手に痩せやすい体質へと変化していくんです。また塩麹はそれだけで美味しく味付けできているので、難しい手間やたくさんの調味料を用意しなくてもいいというところも嬉しいポイント。最近では普通のスーパーでも手軽に塩麹を購入できるので、誰でも簡単に取り入れられるっていうのもね、ありがたいですよね。ちなみに塩麹は、先ほどご紹介したような肉や魚の味付けとしてだけではなく、ドレッシングやスープの味付けとして活用するのもおすすめですよ。ヘセル調味料3つ目です。レモン果汁。先ほどの塩麹とも相性が良く、あらゆる料理へのトッピングとして活用しやすいのがこのレモン果汁。レモン果汁って普段なかなか取り入れることがないっていう方も多いかもしれませんが、私は毎日のように取り入れています。そしてレモン果汁を毎日取り入れることで、マイナス12キロのダイエットが後押しされました。というのも、皆さんもご存知のように、レモン果汁にはビタミン C が多く含まれているんですよね。というのも、ビタミン C というのは抗酸化作用が高い、つまり体の酸化に対抗する力が高いんです。そうすると、代謝の低下予防、見た目の老化予防、病気の予防など、ダイエットだけではなく美容、健康においても様々な嬉しい効果が発揮されます。他にもビタミン C は美肌や免疫力アップに効果的なことは有名ですが、なんとビタミン C はタンパク質の合成に必要な成分なんです。つまり筋力の維持増進に欠かせない。この点からも、レモン果汁は代謝を維持する効果があるため、ダイエットに効果的と言えますね。またレモン果汁は代謝の維持だけではなく、代謝アップにも効果的なんです。なぜなら、レモンには血流を良くする効果のあるヘスペリジンというポリフェノールが豊富だから。加えてレモンには糖質や脂肪を効率よくエネルギーに変換してくれる効果のあるクエン酸も豊富。さらに、先ほどご紹介したヘスペリジンというポリフェノールの他にも、レモンにはエリオシトリンというポリフェノールも豊富。なんと、エリオシトリンには脂肪の合成を抑制する効果があるんです。これは研究によっても明らかになっていますよ。このように、レモン果汁は様々な料理、飲み物のトッピングとして手軽に取り入れられるのに、ダイエット効果がね、ものすごいんです。ちなみに、肉や魚に豊富な鉄分は、レモン果汁に豊富なビタミン C と組み合わせると吸収率がアップするので、私は肉や魚には積極的にレモン果汁をかけるようにしています。塩とレモン果汁でお肉を食べれば、ソースやケチャップの代わりとしてヘルシーに楽しむことができますし、これはサラダのドレッシングの代わりとしてもおすすめの組み合わせです。また私の場合は、朝一に飲む左右にレモン果汁を小さじ1杯から大さじ1杯程度を入れて取り入れることっていうのも習慣になっています。レモン左右は温活効果によって、レモン果汁のダイエット効果をさらに後押ししてくれるので、皆さんもね、ぜひ試してみてください。痩せる調味料4つ目です。スパイス類。続いても、ソースやケチャップの代わり、そしてカレールーの代わりとしてもおすすめなのがスパイス類です。スパイスとは、例えばブラックペッパーやシナモンのほか、カレールーの代わりとしてはクミン、
ターメリック、コリアンダー、カルダモンなどがあります。そしてこういったスパイス類というのはどれも代謝アップ効果やデトックス効果などが高いのでダイエットをサポートしてくれるんですよ。一昔前に朝カレーダイエットが流行ったのはこのスパイスダイエット効果があるからなんですね。ちなみに市販のカレールーには小麦粉、質の悪い油、添加物、甘味料などが多く含まれているので実はダイエット的にはおすすめできない調味料なので、カレーを食べたいときはできるだけスパイスカレーにすることがおすすめです。トマト缶やヨーグルトなどを活用すれば簡単なのに子どもも一緒に楽しめる美味しいスパイスカレーを作ることができますよ。ちなみに詳しい作り方についてはこの動画を見終わった後に概要欄のこの動画をチェックしてみてください。夏太り、脂肪、むくみがドバドバ、ダイエット講師が教えるホニャララカレー、夏バテ対策にもおすすめっていう動画です。ただいくら朝カレーがダイエットに効果的とはいえ朝からスパイスカレーを作ったり食べたりするというのはなかなかねハードルが高いですよね。とはいえ1日の中でも特に体温、代謝が下がっている朝っていうのはしっかり代謝を高めるものを取り入れることがねおすすめなんです。そこで活用していただきたいスパイスがシナモンです。なぜならシナモンならコーヒーや紅茶、ヨーグルトや果物など飲み物や食べ物に手軽にトッピングしやすいから。その上甘い風味がプラスできて美味しいのに血流促進効果によって代謝を高めてくれます。なのでこの調味料をかけるだけで勝手に痩せますと言ってもいいぐらいです。先ほどご紹介したレモンサイにプラスしてぜひシナモンコーヒーやシナモンヨーグルトなども朝に楽しんでみてくださいね。エセル調味料5つ目です。味噌。私たち日本人にとって当たり前の存在すぎてつい忘れてしまいがちな痩せ調味料が味噌です。味噌は先ほどご紹介した塩麹と同じ発酵調味料なので腸活効果が得られダイエットを後押ししてくれます。しかも味噌というのは畑の肉と言われている大豆からできているので調味料なのにもかかわらずタンパク質を取り入れることができます。例えば味噌を活用した定番メニューである味噌汁の場合 2g から 3g 程度のタンパク質を取ることができます。これはベビーチーズ1個のタンパク質量とほぼ同程度。しかも汁物というのは物理的に満腹感が得られやすい上味噌汁は低カロリーなので味噌汁ならヘルシーにしっかりと満腹感を得ることができるのでダイエットをがっつりサポートしてくれるんです。また味噌にはタンパク質の他にもビタミン、ミネラル、ポリフェノール、食物繊維などダイエットに効果的な栄養の宝庫。調味料のみでこれだけたくさんの栄養が取り入れられるっていうのは忙しい現代人にとって本当にありがたいですよね。こうして体に必要な栄養をしっかりとることができると細胞レベルで体の働きが良くなるので勝手に痩せやすくなります。私も味噌汁を毎日積極的に取り入れるようになってから楽にマイナス12キロのダイエットに成功できましたし、これまでダイエットをサポートさせていただいてきた3500名以上の講座受講生様も同じように味噌パワーでダイエットから卒業できていますよ。ちなみに味噌は無添加で余分なものが入っていないもの、そしてしっかり発酵しているものを選ぶことがポイント。蓋に通気口があるものは発酵を止めていない証拠ですよ。また味噌と同じ発酵食品であるヨーグルトと組み合わせると最初にお伝えしたデブ調味料であるマヨネーズの代わりとして楽しめるのでぜひ試してみてくださいね。こういったダイエットに効果的な調味料は私のこの痩せ調味料ダイエットでさらに詳しくご紹介しているので気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。こちらの書籍なんとあの人気番組のヒルナンデスさんでもご紹介していただいた上台湾でも出版されているぐらい人気なんですよ。では今回の動画のまとめです。調味料を変えると痩せる理由は調味料は毎日何気なく使っているものだから、食材より意識している人が少ないから、味覚が変容して痩せ体質になりやすいから。痩せる調味料は1、みりん、2、塩麹、3、レモン果汁、4、スパイス類、5、味噌でしたね。このようにダイエットというのは我慢や根性ではなくてちょっとした工夫を意識するだけでいいんです。こういった知識を知っているか知らないかで楽にダイエットから卒業できるか、ずっとねダイエットに悩み続けるか大きな分かれ道になりますよ。ダイエットにも苦しみたくない、痩せ調味料を活用して楽に痩せたいという人はこのタイトルの下概要欄にあるリンクをタップしてください。今なら3500名以上の受講生さんたちのダイエットを成功に導いた食べ痩せ小冊子2冊や痩せ調味料を使った2週間分の痩せる簡単レシピなど豪華7つの特典をゲットできちゃいます。
それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想いただけると今後の励みになります。今後見たい動画のリクエストもあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。